ジョン・ドワイト・ジャック・チェスブロは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。1899年にメジャーデビュー。その年は6勝9敗に終わるも、もともと良かった速球とカーブ、そして当時は合法だったスピットボールを覚えたことで、飛躍し、翌年15勝。その後、1901年21勝。1902年28勝でパイレーツの2年連続優勝に大きく貢献。1903年ハイランダース発足と同時に移籍。1年目から21勝15敗、防御率 2.77 でエースとして活躍。1904年は4月に先頭打者のヒット後、打者27人すべてを打ち取る準完全試合を達成。その後も30試合連続を含めた先発51試合中48試合で、完投、ア・リーグ記録の14連勝など勢いは止まるところを知らず、10月7日にピルグリムスに勝ってシーズン最多記録となる41勝をマークしチームも首位に躍り出た。しかし、ピルグリムスに抜き返され、1.5 ゲーム差で迎えた公式戦最終試合のダブルヘッダー第1試合。先発したチェスブロは相手投手と互角の投げ合いを演じるも、9回裏西三塁でスピットボールが高めに抜け、捕手の頭を超える暴投になりサヨナラ負け。ハイランダースの優勝も幻に終わった。その後、チェスブロはこの年の登板肩のためか、思うように勝ち星が伸びず1909年9試合で0勝4敗という成績に、ハイランダースはウェーバー公示した。9月11日になって入団するも登板は1試合のみ、6回で7安打4失点で負け投手となり、これがチェスブロのメジャー最後の登板になった。1904年以降、17年後の1921年まで、ヤンキースは優勝できなかったため、酷使したチェスブロの呪いだということでチェスブロの愛称から、ハッピージャックの呪いと呼ばれた。1905年8月30日、後の球際を対カップにメジャー初安打となる二塁打を打たれた投手がチェスブロである。ありがとうございます。